しめ鯖です。しめ鯖大好きな人、キャンパーの人多いですよね。僕いろんな動画見てますけど、しめ鯖を夜のキャンプの晩酌にして食べる人、僕もしめ鯖大好きなんです。これをちょっと炙って食べてみたいと思います。あ、これあれかな、普通に切っていいか。ちょっとそれっぽく、しめ鯖は十分普通に食べてもうまいんですけど、これは炙ったらどうなるかなっていうところですよね。ちょっと普通に食べるようでも何枚か作っておきますか。これを炙りたいと思います。それでは炙っていきたいと思います。これはうまいよ。これはうまいと思う。盛り付けがうまくいかないんだよね。それ僕ね、それ僕って何っぽくか分かんないけど。はい、できました。こっち炙ったやつ、こっち炙ってないやつ。まず炙ってないいつものしめ鯖からいただきます。これだけでも十分美味しいんですけど、炙ったらさらに美味しくなるんじゃないかなという。いただきます。美味しい。しめ鯖ですね、これは。紛れもなくしめ鯖です。醤油いらないな。おいしい、おいしい。それではこちらをいただきたいと思います。炙ったやつですね。いただきます。うわ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 、これ なんだろう。これまだ始まっちゃった。これなんだこれ。これね、ほんと美味しい。このね、焦げが口の中に広がる、このね、焦げの味がふわっと広がってね、このしめ鯖の酢がさーってここ広がってきてね、しめ鯖の味がグラッとくるんですね。わかんねえ、わかんねえな。とにかくうまいです。もう一回食ったらちょっと頑張ります。頑張って発表します。おいしいな、これ。おいしいの、おいしいんです。おいしいんですよ、これ。どうしよう、これ。おいしい。その味はですね、しめ鯖を焼いたんですね、炙ったんですね、そんなような味です。いや、それを答えレビューしろってあれなんだよな、俺の動画なんだよな、これ。そうなんだよな。違う。もう一回食べます。食べてちょっと発表します。
この焦げ味、香ばしさ、香ばしさだよね、香ばしさ、香ばしさがもう増しますし、増すって言い方おかしいか、香ばしさがね、すごいいい。そのしめ鯖の旨味に香ばしさがプラスされて、なおかつ味が濃くなるんですね。うん、言えた。いや、とにかくうまい。皆さんぜひソロキャンプやってる方、釣りやってる方、晩酌してる方、晩酌でつまみを探してる方、ぜひこれをやってみてください。おいしいです、うまいです。本当にこれはもう一回いただきます。人気寿司食材エンガーです。エンガー僕大好きなんですよね。粒貝エンガー特に大好きです。